皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、松阪市議会の臨時会が8月17日と18日の2日間の会期で開かれ、松阪市議会の議長と副議長を決める正副議長選挙が行われました。松阪市議会の正副議長は1年ごとに立候補制による選挙で選ばれています。今回議長選挙には山本義弘議員1人が立候補し議長に選ばれました。また副議長選挙には米倉義親議員1人が立候補し副議長に選ばれました。はい、次回の松阪市議会定例会は9月7日から開かれる予定です。それでは今回のラインナップです。竹上市長と一見知事が1対1で対談を行いました。八王子映画祭に出展するために松阪高校放送部の OB と OG が中心となって活動するサクラブが松阪市内でドラマ撮影を行いました。竹上市長が8月の定例記者会見を開きました。現在原田二郎旧宅では企画展として紀州藩校松阪学問所が開催されています。